6世紀、インドから一人の男がはるばるこの山にやってきた。彼は仏に仕える僧であった。男はこの地の小さな山寺に住み、自らを極める過酷な修行を行ったという。小さな山寺は1500年後、全世界にその名を知られることになる。中国、スーザン少林寺。寺は世界遺産となったが、厳しい修行は未だ続けられている。少林寺は中国憲法の祖、世界最強とも呼ばれるが、その実態は未だ謎に包まれている。この寺の門を叩いた男がいる。俳優北村一輝、幼い頃の夢を叶えるためにやってきた。入門を請うて出た北村に待ち受ける過酷な修行。用意。で、起動。はい。不可以。不可以这样子。不要这样。要握紧，握紧。三。北村は疑問を抱えていた。仏教の僧がなぜ格闘技を修行するのか。何を食べ、どこで眠り、どんな毎日を過ごすのか。カメラは少林寺の奥深くへ潜入。海外メディアに初めて撮影を許された禁断の聖域、世界遺産の中で行われる魂の修行。少林寺の最奥の地で北村は衝撃の事実を知った。全世界の少林拳トップに君臨、中国でも最も重要な人物の一人と言われる少林寺の最高層に謁見。北村が技を見せた。伝説の時代から武道を極め、心を磨く修行僧たち。彼らはなぜ最強と呼ばれ、戦い続けるのか。あれは何だったんだろう。とにかく寝ても覚めても憧れ続けた。ブルース・リーやジャッキー・チェン、そしてジェット・リー、みんな僕のヒーローだった。だったという表現はおかしいかもしれない。なぜなら彼らは今でも僕のヒーローだからだ。僕がやってきたのは中国の河南省、中国で最も古い場所の一つだ。ここに来た動機は単純。少林寺で少林拳を体験したい。本当にただそれだけだった。13、14歳の時に多分少林寺という、今のジェットリーですね、リー・リンチェンって言いましたけど、その映画が出てみんなでこう釘付けになって見てたんですけども、北村が洗礼を受けたカンフーブーム。ジェットリーは本場の少林寺で修行を受けた俳優。彼が世界に一大ブームを巻き起こしたのだ。南海省海泉国国そして、ジャッキー・チェン。少林拳を題材にした映画は次々にヒット。
日本の子供たちを夢中にした。俳優となった北村は夢の半分を叶えていた。北村は映画龍が如くの中で幼い頃憧れたアクションを演じている。父親が空手をやってたり、そしてうちの兄がその空手を教えてたりしたもんで、もちろん習わされても家でもものすごい練習相手をさせられ、そういう日々が結構あったんですが、北村は今残った夢の半分を叶えにここに来た。少林寺への思いは憧れだけではない。そこには一種の疑問もつきまとっていた。ものすごいその憲法というのがすごく強くてかっこいいなと思った反面、お坊さんなんですよね。なぜその少林寺というお寺のお坊さん、そうですよね、がなぜ戦っているんだろうという子供ながらに疑問を持ったことがあって、戦う必要性があったのか、なぜ僧がその武術の修行をしているのかということは本当に不思議でですね、疑問で。古都洛陽から車で1時間半切り立った山が迫る。少年の時から憧れたあの地はこの山の向こうにある。近づいてきた。初めての場所であるはずなのに北村にはそれが分かった。すごい数だな。すごい、わーすごい、今回ってた、やってる。パタドが映画の中の景色みたい。人里離れた山寺、修行僧が行う少林拳。まるで子供のように北村は夢の地を思い、期待に胸を膨らませた。しかし現実は常に夢とは異なるものだ。世界中から少林寺を訪れる観光客は多い時には年間240万人を超える。憧れの聖地で初めて見たものはごった返す見物客の姿だった。少林寺の門、何度も見た映画のシーンと同じ。ただ違っているのは溢れる人々の存在、渦巻く喧騒。北村は動揺しながら門をくぐる。境内に入っても少林拳をやっている修行僧の姿など見つからなかった。戸惑っていた。これが僕の憧れた少林寺なのか。修行僧はどこであの少林拳の技を磨いているのか。北村は事前に少林寺から指示を受けていた。寺に来たらまず指定した僧を訪ねなさい。面接があるのか、すぐには修行させてもらえないのか。とりあえず僧を探した。すみません、あなたがこちらの僧ですか？日本から来ました。北村和樹と言います。僧は北村を中へ誘う。この若者が拳法使いなのか。你想学少林文化的哪一部分？少林文化分为有禅、有武、有医、有艺。もちろん全て その内面から禅もそうですし、武術もそうですし、この短期間ですけどいろんなことを学びたいなと思ってます。就可以了解一下。你以前有练过吗？少林功夫。このぐらいの子供の時に空手を少しやってました。能现在能可以展示一下吗？简单的。雷式的背离，我学会。要不这样吧，
这个能不能学随后再说，你要不应该先到我们的崔普堂去简单的看一下，接受的这个空手道的练习呢是完全不同的，那你们去看一下，先去看一下，随后我们再说，好吧。あの一瞬で北村の技量を見切ったのか、入門は許されたのか、彼は不安の中にいた。とにかく宋が指示した場所へ向かった。そこは少林寺の中ではなく、寺の外れにある暗い建物の中だった。そこには子供がいた。10歳にも満たない子供たちが訓練を受けていた。衝撃だった。これは習い事ではない。幼い彼らは人生の全てを少林寺にかけている。彼らはなぜ少林寺に入ったのだろうか。何歳からこの剣法をやってるんですか。7歳でしょ。今は今13歳。5年。なんで少林寺をやろうかなと思ったの。喜欢少林寺，喜欢武术，成为少林武僧。あの僧がなぜ僕に子供たちを見せたのか分かった。僕は子供の頃少林拳に憧れ、ヒーローたちの真似をしていた。しかしこの子供たちはヒーローの真似事なんかしていない。僧を目指し本物の少林拳をやっている。ここには夢や憧れなんか持ち込んじゃいけない。僕の修行開始は明日の早朝だ。この日から3日間、北村一輝は人生の中でも重要な時間を過ごすことになる。中国五大名山に数えられる嵩山。ある時、山の麓の町に皇帝が訪れた。彼は山々を神聖な場所として封じ、自らが登って祈りを捧げたという伝説がある。町の名がその伝説を物語る。これら聖なる山々の間に少林寺はある。1500年以上前、インド仏教の寺として建立された。日本では奈良の都すらなかった時代だ。この日の朝、修行を受けるため北村は少林寺にやってきた。未だ何が始まるのか知らされていない。朝7時、観光客の姿はまだ少ない。その代わり多くの僧の姿があった。極彩色の袈裟をまとい、飾り物を持っている。誰かを待ち受けているようだ。
そしてその人物が姿を現した。少林寺の最高僧、北條と呼ばれる大僧正。彼は国家元首にも直々に話ができると言われる人物だ。周囲の空気が張り詰める。北條が持っていたのは水晶のお釈迦様だ。この日は旧暦のお釈迦様の誕生日にあたる日。とにかく圧倒された。少林寺の僧しか入れない務めに僕は参加している。これは僕を少林寺の修行者として迎え入れるということなのか。奇妙な気分だった。仏教がお釈迦様に始まったことくらい知っている。でもここは少林拳で武道を磨き上げる場所のはず。お経を唱える彼らは完全にお坊さんにしか見えない。勤めが終わると北村はある場所に連れてこられた。そこで彼を待っていたのは一人の僧だった。你有什么心中有什么疑惑呀，有什么问题呀，就可以请教我们的永老法师。これも修行のうちなのか。ではこの僧が武術を使うのか。僕は遠慮することなく素直な気持ちをぶつけることにした。僕たち日本人として子供の頃からですね、カンフーとかそういうものってすごく興味がある男の子が多いんですが、その子供たちがみんな思う疑問の一つとして、カンフーというものと少林寺というものが同じなんでしょうか。是这个少林功夫的它的一个发源地，包括现在的电影电视，他们的创作制作的大部分的95%以上的功夫在电影上看不到。釘を刺された。では武術は何のために行っているのだろうか。まず何をすればよろしいでしょうか。別的拳法呢要讲究力量速度，而连少林拳要讲究空灵。什么叫空？你什么时候能把自己空掉，你什么时候是最厉害最强大的。心を空っぽにすれば強くなる。哲学の問答をしているようだ。好，说明一下，可以说明一下。比如说，这是很简单的道理，他在推我，你知道吗？推推，对，对。我是空的，我是没有的，知道吗？所以他有力量，我给他找给他的力量找一个方向就可以了，知道吗？好，你看我出去的时候，这个肘就打了，知道吗？啊。知道吧？而且在是这样出去的时候，在这样就是，知道吧？他是要受重伤的。少林拳讲究的是，啊，好好学一学，好吧？好的，好的，谢谢啊，谢谢。あんまりそんなに普通いろんな人とインタビューしてもそんなに緊張はしないんですけども、わかりますよね。なんか。すごい気というか、なんでしょう、強いなと。強いっていうのはだから本当僕たちが思う強いっていうより人間としての強さですよね。
少林寺へ向かう途中に見たあの光景。寺の周りには少林拳を教える学校が数多くあり、5万人以上が少林拳を学んでいる。子供の頃から強くなるための訓練を続けている。彼らは武道家ではない。その多くは少林寺の僧を目指している。そして北村に約束の時間がやってきた。いよいよ少林拳の訓練開始だ。何が始まろうが全てをぶつけるしかない。しかし彼が呼ばれた場所はとても不思議なところだった。よろしくお願いします。行、那我们先向他坐。我先把这个垫子坐，把这个垫子，对，就这样接。对，首先要把身体调端正，坐端正。其次要放松。进来的时候，现在禅堂里面一般参的话，它都叫念佛试水，在水子上参。断除妄心与杂念。古来大师有一句话叫“行也禅，坐也禅，行住坐卧皆安然”。我们现在开始坐禅吧。把灯稍微的灯光稍微关暗一些。背筋を伸ばし同じ姿勢を続けると体全体に痛みを感じる。眠っているのか起きているのか区別がつかない。座禅とは残酷さを持ち合わせる。自らの中に入り込み自分とは何かを問い続ける。自分、自分。時間が止まる。座禅を表す八つの文字。単、真、静、座、真、平、気、和。少林寺の歴史の中に北村はその身を投じた。今まで幾人もの僧がしてきたように、今から1500年前インドからこの地にやってきた一人の僧。僧は山あいにあったこの寺に住み、ただ座り続ける禅という修行を編み出した。その僧の名はボーディダーマ。日本ではダルマの名で知られる。日本の伝説では彼は座禅の過酷な修行のあまり足がなくなったとされる。しかし中国では彼はしっかり日本足で立っている。ダルマが座禅を組んだとされる時間は9年間。毎日毎日一人で己と向き合った。結果ダルマは禅宗の開祖となり、禅宗少林寺の初代の最高僧となった。ダルマこそ
少林寺を作った男なのだ。行了，好，我们这一天就坐到这里吧。阿弥陀佛，啊！欢迎常到少林寺来。阿弥陀佛。ありがとうございます。谢谢。痛い痛い。だから自分の手とか足とかの感覚はもうわからないです。ものどう置いてるのか、どう座ってるのか、多分しびれてるのかなのか分かんないですけど、もう睡眠に近いような、まあある種の無か分からないですけども。そして北村の少林拳の特訓が始まった。我很向往这个西安的古迹啊。河南是了，来河南就了解中国上下五千年了。连日多くの観光客でにぎわう少林寺。しかし普段境内の中には修行僧たちの姿は見当たらない。僧たちはどこにいるのか。見つけた、修行僧たちだ。練習を始めるのか。彼らは意外な方向に向かっている。境内の外だ。ついていくことにした。寺からどんどん離れ山の方へ向かう。一体どこまで行くのか。歩くこと15分、人気のない山の中に着いた。修行僧たちは毎日の訓練をこのような山の中で行っている。それは普段人の目に触れることがない。いわゆる自主トレーニング。少林寺の僧たちは普段こんなところで修行を重ねていたのだ。彼らは20代の若き僧たち。俗世間と離れこの地で暮らし修行を続けている。そして号令がかかった。少林寺の出家僧はおよそ180人。その中には5歳ほどの子どもの僧も含まれる。少舎弥と呼ばれる彼らは少林寺の付近に住み、学校教育も少林寺が行う。子どもたちは